皆さん、こんにちは。フォーサイト保育士講座講師の川本です。今回も、令和3年後期筆記試験から落としてはいけない問題を見ていきたいと思います。今回は、子供家庭福祉を見ていきます。では、子供家庭福祉は問い4を見ていきたいと思います。次のうち、児童の権利に関する条約に関する記述として、不適切な記述を1つ選びなさいという問題でした。選択肢を見ていきます。 1. 1定約国は事故の意見を形成する能力のある児童がその児童に影響を及ぼすすべての事項について自由に事故の意見を表明する権利を確保することが明記された。2. 定約国は児童がその父母の意思に反してその父母から分離されないことを確保することが明記された。3. 定約国は児童の最善の利益に反する場合を除くほか 父母の一方または双方から分離されている児童が定期的に父母のいずれとも人的な関係及び直接の接触を維持する権利を尊重することが明記された。4. 児童は特に事故に影響を及ぼすあらゆる司法上及び行政上の手続きにおいて国内法の手続き規則に合致する方法により 直接に、または代理人、もしくは適当な団体を通じて聴取される機会を与えられることが明記された。5. 児童に関するすべての措置を取るにあたっては、公的、もしくは私的な社会福祉施設、裁判所、行政当局、または立法機関のいずれによって行われるものであっても、父母の意思が主として考慮されることが明記された。このような問題でした。 で、この問題は不適切な記述を一つ選ぶ問題だったということになるんですが、この問題がですね、そもそも児童の権利に関する条約の問題だったので、おそらく何か違和感がある箇所が見つかったんじゃないかと思いますが、答えはですね、5が正解になります。5のですね、父母の意思が主として考慮される。ここが誤りなんですね。まあ、児童の権利に関する条約だけあって、父母の意思ではなく、 児童の最善の利益が主として考慮されることが明記されております。そのため答えが5になります。続いて問いの19です。次の事例を読んで質問に答えなさい。Y 保育所の X 保育士は2歳児クラスを担当している。ある日の夕方、迎えの際に Z ちゃんの母親が X 保育士に Z は 食が細くてあまりご飯を食べません。わざとこぼしたり、立ち歩いたりして、イライラして叱ってばかりです。クラスの他の子供たちはよく食べていると聞き、食事のたびに強いストレスを感じています。と話をした。で、ここで説問です。次のうち、X 保育士の対応として、適切な記述を丸、不適切な記述を×とした場合の正しい組み合わせを一つ選びなさい。選択肢を見ていきましょう。A お母さんが叱りながら食べさせようとするから、Z ちゃんは食事が嫌いなんだと思います。このままだと発育に遅れが出ますよ、と悟した。B。他のご家庭のお母さんやお父さんも大変な状況の中で頑張っておられます。お母さんも Z ちゃんのために頑張ってください、と励ました。そして C。母親のストレスを受け止めつつ、 年齢的に遊び食べが盛んになる頃なのであまり気にしなくても大丈夫ですよ。どうすればよいか一緒に考えましょうと話したという選択肢になるんですが、この問題はまず5が正解になります。ということで A と B が誤りになるんですが、まず A は保育士は母親の気持ちをまず受け入れることが大事になりますが、 この対応では、母親の努力を否定しているかのような対応になっております。そのため、誤りの選択肢になります。続いて B の選択肢なんですが、他の家庭と比べて指導をするのは不適切になります。子育ての事情は各家庭によって異なり、他の家庭と同じようにしなさいという指導は誤りになります。そして C は、 母親の気持ちをしっかりと受け止めてそしてどうすればよいか一緒に考えていこうという姿勢を見せているので正しい選択肢と言えますそのため5が正解になります今回は子ども家庭福祉について見てきました保育士試験では事例問題もたくさん出てきますので問題集などをたくさん解いて事例問題の解き方にも慣れておくようにしましょうそれではまた次回お会いしましょう